今回は卵餃子の煮物の作り方を紹介します。中国ではタンジャオという料理で餃子の具が入ったオムレツのことです。このままでも美味しいのですが、今回はさらにスープで煮たものを紹介します。それでは作っていきましょう。豚ひき肉に塩、胡椒、醤油、酒を少量入れ下味をつける。肉は粘りが出るまでしっかり混ぜる。肉が白く粘りを出すことでタンパク質が溶け出し旨味が出るとともに具材がまとまりやすくなります。肉がこれくらいになったら野菜を入れます。今回は生姜とニラを入れましたが、他にキャベツを入れてもいいでしょう。香り付けにごま油を入れます。ボウルに卵を2個割り入れよくほぐします。水溶き片栗粉を大さじ1入れ混ぜます。鍋に大さじ1の卵を入れ薄焼きにします。大さじ1の具を卵の上に入れます。卵を半分に折り包みます。両面をしっかり焼いていきます。焼けたら取り出せます。卵を焼くときは小さいフライパンかお玉を使ってもいいでしょう。お玉の中に卵を入れ広げるように焼いていきます。真ん中に具を入れ、半分に折り包みます。中華鍋でやるよりも簡単だと思います。卵2個で10個の餃子ができました。スープで煮ていきます。 300cc のスープを入れ卵餃子を煮ていきます。味付けをします。砂糖大さじ1/2を入れ、紹興酒を香りが出るように入れていきます。塩小さじ1、味の素少量、醤油を大さじ1入れていきます。味付けしたら卵餃子を入れ煮ていきます。3分煮たらごま油を回し入れ、水溶き片栗粉を少量入れ仕上げます。皿に盛り付けていきます。
今回は中国家庭料理のランジャオを紹介しました。焼いて蒸すだけでもいいのですが、煮ることでご飯のおかずとして美味しくいただけます。中華鍋で作るよりも小さめのフライパンで作ると簡単に作れます。最後にネギを振りかけ完成です。このチャンネルでは中華料理を始める方や、趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や、料理を作る様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。